今月16日に政府が閣議決定した新たな安全保障関連3文書は外交や防衛など安全保障に関連する政策に戦略,的指摘戦略的指針を与える国家安全保障戦略を最上位として防衛目標の設定とその達成のための手段を示す国家防衛戦略保有すべき防衛力の整備、維持、運用計画などを示した 防衛力整備計画から成り立っていていずれも概ね10年の期間を念頭に策定されています防衛力強化のポイントとして相手国のミサイル発射拠点などを叩くことができる反撃能力の保有や南西地域の防衛体制強化などが挙げられます会見で南西諸島の住民の理解をどう得ていくか問われた岸田総理は次のように述べました まあ厳しい安全保障環境、あるいは沖,沖縄の戦略的な意味、3文書の考え方について、地元の皆様方に丁寧に説明していく努力は、これからもしっかり進めていかなければいけない、汗をかかなければいけない一方、3文書の閣議決定を受け、玉城知事は。 詳細が明らかにされないままの決定で非常に残念とコメントを発表し陸上自衛隊の態勢強化などについては詳細な説明や協議の場を設けてほしいとしています。